はい、皆さんこんにちは、鳥取キングダムです。今日も元気に坂つくやっていきましょうということで、本日はこちらレジェンドマッチでゲットできるレジェンド、オランダのケイト選手ですね、こちらの最強の作り方をお話ししていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、ということでこちらですね、ケイト選手、ラッキーなことにですね、こちらファビアン・デルフ選手を唯一持っていた星5チケット1枚で引き当てることができました。これはラッキーでしたね。はい。ということで、80% のバフでなんとか、まあ、AP 回復だったりドリンク回復っていうのはしたくないので、ここは温存している最中で、普通のですね、自然回復でなんとかケイト選手を今のところ3体ですね、ゲットしているというところです。まあ、くっつけていきましょう。はい、ということで今2凸ですね、あと3体ゲットして5凸にしていきたいなというところですね。はい、で本日はこのケイト選手の、育成方法っていうのを考察していきたいなというふうに思っています。まずはこの選手ですね、まあ以前上げた動画でもお話ししたんですけども、非常に優秀な、レジェンドマッチの選手になっています。過去登場したレジェンドマッチの選手の中では一番優秀なんじゃないかなと個人的には思っています。まあ、特徴がですね、まずは超回復非常に優秀で、フィジカル20丸ということで、フィジカルもしっかりとついているところに、2つバフが乗っているというところ、レジェンドマッチの選手にしては非常に特徴が優秀ですね。はい、そしてピンポイントシュート、まあこれは普通のシュートなんですが、ここですよね、スパイダーマークを持っていて左のウィングなんですよ。これがめちゃくちゃ優秀ですよね。左のウィングで使っていきながら、前線からどんどんマークで、チャージかけていきながら、相手のスタミナをどんどん削っていくと、非常に優秀なレジェンドマッチの選手が来たなというふうに思っています。はい、でこの選手、どういうふうに作っていくかというところで、まずスキルですよね。今のところですね、ちょっと覚醒ができていませんが、なぜできないんだ？あ、そうか、レベルがまだ1か。はい、これ覚醒していくとスキルが2つ載せれますので、どういったスキルをつければいいのかということですね。でまあ当然ですね、この選手右のウィングなので、いろんな使い方ができると思うんですよ。マーク、パスカット高いので、要はディフェンスとオフェンスがすごく、両方尖って高いので、例えばスキル2つにもう1個スパイダーマークをつけて、ガンガンスパイダーマークで相手を追い込んでいく、そういう前線の選手にしても面白いですし、まあ、シンプルにウィンガーとしてドリブルつけて、まあ、トラップつけたり、まあ、クロスをつけたりとか、まあ、かなり作り方っていろいろとあると思うんですよね。まあ、トラップがここで上がっていることもあるので、アグレッシブトラップが余っている方であれば、アグレッシブトラップっていうのも一つ手にもなると思いますし、あとウィングの選手、この位置でのロングシュートっていうのもかなり強烈なんですよね。なんでそういう意味でこのケイト選手のスキル構成ってかなり多種多様で、正解がまあこれっていうのがないなというふうに、個人的には思っています。はい、思っていますが、まあ、どうせですね、うちは、このレジェンドマッチの選手をスタメンで使うっていうのはかなりレアなことになると思うんですよ。ガチ勢でダイヤモンドディビジョンのトップの方でやっている方っていうのは、まあ、ほとんどこのレジェンドマッチの選手は使ってないと思うんですよね。でもそんな選手、そんなオーナーでもこのケイト選手使い、心地というか使っていくことはありだなというふうに思ってます。なんで僕自身も、どうせ使えるようにするんだったら、例えば普通にドリブル積んで、トラップ積んでとか、ドリブル積んでロングシュート積んで、多分ベストなのは僕は、複合ドリブルのスパイクドリブルと、ロングシュート、これがベストだと思うんですよ。ケイト選手の、まあ、シンプルにフィニッシャー、左サイドバックとして作るんだったら、スパイクドリブルとロングシュートっていうのがベストだと思います。でスパイクドリブルがないのであれば、まあ、ロングレンジドリブルと、とかブレイクドリブル、あーごめんなさい、ブースタードリブルと、ロングシュート、まあ、こんな感じが多分ベストだと思うんですよね。でも、どうせ
作るんだったら、うちはなんかケイト選手すごい独特な感じで作りたいなと思っていて、なのでスパイダーマークをもう一つ S で乗せて、でもう一個相手の、スタミナを奪うような、要はリベンジパスカットみたいな感じで、まあ、とにかく前線で守備ががっつりできるみたいな、そういう選手にちょっと作って、メリハリつけて使っていきたいなというふうに思ってます。はい。なんで、まあ、いつもの最強の〇〇シリーズとちょっと違うんですけど、いつもの最強の〇〇シリーズはもうこれとこれですよみたいな感じでお話しするんですけど、ケイト選手に関してはもう本当に、過去オーナーがちょっと使ってみたいなと思うような、感じで作れるのかなというふうに思います。本当に、過去になかったちょっと楽しみな、レジェンド選手が来たなというふうに改めて思ってますね。うん、まあ、実際にやっぱりオランダのカイト選手っていうのは、非常に、何でしょうか、いろんなことができる選手だったと思うので、そういう意味で、非常にいい感じで作ってくれたなというふうに思います。ということで、シンプルに作るんだったらシンプルに長く運ぶドリブル、ロングレンジドリブル、ブースタードリブル、複合のスパイクドリブル、まあ、スマッシュドリブルでもいいと思います。最近、まあ、これちょっと別の動画でお話ししましょう。ドリブル専用の動画を作ってますので今、それでまた解説すると思うんですけど、僕だったらロングレンジドリブルかブースタードリブルかスパイクドリブルのどれかを積んで、もう一つはロングシュート、これがケイト選手のシンプルな作り方だと思ってます。でトップで戦ってるディビジョンの、オーナーさんからすると、この位置にはもうすでにですねサラーがいたりとかすると思うので、だったらちょっと面白い感じで作るのもいいんじゃないかなということで、僕自身はスパイダーマーク S をもう一個積んで、リベンジパスカットみたいなパスカットを積んで前線から守備と相手を削っていく、そういう選手にして前半から使って後半からサラーみたいな感じでちょっと試してみたいなというふうに思ってます。なのでこの後ごとつしてさっき言ったスキルを積んで、前後半の前半要因として使ってみて、サラーを前半からぶっ通して使うのと、このケイトを挟んだ時とのこの違いみたいなのをちょっと見ていきたいなというふうに思っています。はい。で遺跡特訓ですよね。遺跡特訓に関しては、今、お話しした最初のやつですね、ドリブルとロングシュートを積む分であれば普通に勝者の嗅覚とアンタッチャブル、これがいいと思います。まあシンプルな作り方ですね。で今言ったちょっと面白い作り方、スパイダーマークの S と、リベンジパスカットみたいなパスカットを積むっていうパターンで作る場合は、僕だったらやっぱりそこをメインでやっていきたいので、インターセプターと、スパイダーウェブ、スパイダーウェブでしたっけ、スパイダーマークの特大アップの、遺跡特訓のやつですね、その2つにするかなというふうに思います。はい。ということで、まあ、ケイト選手の作り方、シンプルな作り方とちょっと、変わった作り方、この2種類のケイト面白いんじゃないかなというふうに思います。でシンプルにこのレジェンドマッチってどれぐらい何人でも作れるわけなので、ケイト5突2体作って、両方さっき言ったシンプルな、攻撃タイプのケイトと、守備ができるケイトとって2体作るのも結構面白いのかなというふうに思ってます。なんでちょっと初めてなんかこう、違った楽しみ方ができるレジェンドマッチだなというふうに思っています。余裕があれば2体ケイト作ってもいいのかなというふうに思っています。はい。ということで今日の動画はこのケイト選手の作り方で、アクセサリーはちょっと今お話ししませんでしたけど、まあシンプルにここなんで、はい、そうですよね。このザレッツ来たばかりですけど、これが一番まあそら強いよねっていう話ですね。たださっき言ったスパイダーマークと、リベンジパスカットみたいな感じで守備をつけるんだったら、アクセサリーは、数値を爆盛りするのではなく、さっき言ったスパイダーマーク、マークの発動率が上がるもの、パスカットの発動率が上がるものにアクセサリーを持っていくっていうのも面白いのかなというふうに思っています。はい。ということで、本日ちょっとケイト選手、今までにないレジェンドマッチだなということで、解説考察させていただきました。はい。今日はちょっと短い動画になりますが、こんな感じですね。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらグッドボタンを押していただけると動画作りの励みになります。はい。それではまた。The
cold nights just don't feel the same. Oh, pack my life inside a car, hit the